はい、皆さんこんにちは。株式会社飛び合いだ佐々木です。宮沢です。よろしくお願いします。今日宮沢さん、今日はなんかインターロッキング編ということで。そうですね、コンクリートの見切りの方。コンクリートの見切り、はい、土間の見切りですね、はい。じゃあそのインターロッキングを早速ちょっと見せてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、ブルトリー。はい、はい、そしたら現場の方に来ました。はい、インターロッキング、はい、これどんな状況ですか今。もともとここに植栽が終わってたんですけど、はい、低い草が終わってたんです。それを取って、はい、今度インターロッキングに変えるっていう、その途中の透き取った段階ですね。あ、はい、これが今透き取った施工の段階です。でこのインターロッキング、それは鉄筋です。鉄筋でした。これは鉄筋です。はい、補強のために入れてありますね。これはじゃあ下地、まだ下地の骨組みですねという形なんですね。はい、じゃあインターロッキングっていうのはこの、それは糸です。そうですよね、はい、これは糸で通りを見るために糸を引っ張ってます。あ、はい、でこれでまっすぐ線を引くと、はい、ということなんですね。はい、それに合わせて積んでいくっていうことですね。あ、はい、そしたらインターロッキングっていうのはこれですか。誰が見てもハンマーだと思いますけど、ね、はい、インターロッキングはこれです、ね、はい、はい、インターロッキングはこれです。これを、今から並べていく、この中に、はい、収めていくという作業になります。はい、でその時に使う道具がそうですね、こちらなんですかね、はい、なんかいろいろありますね、なんか、はい、これ僕も前回見覚えがありますね。これ何に使ったんですか。これ左官ごてと思って10個買いました。そしたらなんか全然使えなかった。左官ごて今10個も買うのもどうかと思いますけど、これ目地ごてといって、はい、狭いところを押さえるごてです。ああ、はい、やつなんですね。はい、でこれがハンマー。はい、これは何ですか。ハンマーですね。石をなんか壊したりするんですか。もうこれは壊れないんですけど、はい、壊れないためにプラスチックになってるんです。プラスチックになってます、はい、それでこのハンマーを使ってインターロッキングを並べていく、高さを見たりとかしながら叩いて調整していく。これでトントンって調整していきます。はい、でこれが双眼鏡じゃないです、はい、これ水平器で、まあ、インターロッキングの勾配を見たりとか、はい、高さの隣との高さを見たりとかする道具です。はい、水平器です。はい、でこれがシャカンゴテです、ね、これが本当のシャカンゴテです。はい、これでセメントを、そうですね、モルタル入れて下地を作ったり、はいはい、また水平器です。はい、これ大きさによってこういう距離が長い、やりづらい、これだったらこう短いとかで見れる、ちっちゃいようです。はい、おー、なんかいろんな場所によって水平器も変えてるんですか。はい、これでやっていくという形で。そうですね、これで並べていきます。早く見たい。じゃあ早速並べていきましょう、はい、お願いします。はい、じゃあ並べていきます。はい、はい、じゃあ作業の方を早速、はい、やっていきたい。はい、お願いします、はい、でもうちょっと先にでもなんか、はい、先行してコンクリートが入っちゃってますけど、はい、これは直接鉄筋を土につけてしまうと錆びやすいので、はい、それを防ぐためにかぶりを取るために浮かしてあります。この鉄筋の下にもモルタルが回るように。ああ、なるほど、はいはい、鉄筋は地面の土につけとくと錆びやすい、水気を吸って錆び込んでしまうんですね、はい、そういったために先に鉄筋を浮かすためにセメントを入れてました。はい、はい、そしたらその次にでモルタルをある程度高さまで入れて、はい、並べていきます。はい、始まりますよ。はい、セメント入れて、はい、結構入るんですね。結構入りますね。
全然高いっす。おお。あ、そうやって調整するんですか。そうですね、こうやって調整していくんです。てっきりなんか今セメントやっぱ入れすぎてんじゃないかななんて思っちゃいましたけど、モルタルか、モルタルを。ああ、はいはいはい。セメント入れて、はい、たっぷり入れちゃっていいんですね。そうですね、たっぷり入れて、あとは水周りに、ね、出てくるので、はいはい、セメント入れてインターロッキングを入れて叩いて収めると。なんだか僕もできそうですね。やってみますか。いいですか。じゃあ、あ、入れてもらってます、セメント。はいはいはい、たっぷりですね。そうですね。でこれで入れていけばいいですか。ある程度、ある程度は流して平らにしといた方がやりやすいですね。わかりました。揺らしもきくと、はい、これまず鳴らすと、はい、ある程度鳴らす、ある程度ざっくり平らで、はいはい、鳴らす。でこれを乗せると、はい、で糸を見ながら、はい、手じゃないですね。あ、手じゃない、これか、ハンマーで、はい、これでした。おお、叩いてもいいな。そうですね、叩いてって、糸を見ながら、はい、糸を見ながら、はい、はいはいはい、いいんじゃないですか。こんなもんじゃないですか。お、こんな、こんぐらいかな。糸より全然低い。はい、ここでじゃダメですよね。ああ、なるほど。これぐらいでいいんじゃないですか。じゃあ糸は動かして、糸が基準なので糸に合わせないといけないです。合ったものに合わせたらデコボコになっちゃいます。はい、はい、糸を合わせちゃいけない。そうです、糸に合わせるんです。わからない。え、これをじゃあ僕はやりすぎちゃった。そうです、叩きすぎちゃった。これどうしたらいいですか。一回抜きます。あ、すいません。佐々木、はい、って保安に言われてましたよ。はい、これをじゃあもう一回鳴らすんですか。そうですね、鳴らしてもらって。なるほど、糸に合わせるんですね。そうです、糸に合わせる。なんか糸を合わせる、糸に合わせる、糸に合わせる、はい。あ、もうちょっと見ときますか。いや、大丈夫です。やりますか、懲りずに。まだ全然糸の上、糸まだですね。右ボディの顔で糸を見てください。糸見てるんですけどね。あ、こっち下がる。ダメです。目地を今
そうですね、あふれたところをちょっと流して、はい、後でもっと綺麗に詰めますけど、はい、じゃあ続いてネジの方に行っていきたいと思います。はいはい、はい、そしたらネジ入れ作業ということで。そうですね、はい、じゃあ早速、はい、モルタルを。いやまだです。おインタ時は汚れてしまいますので、はい、あのこの上に養生を張ってインタ時は汚れないように、はい、それしてからモルタルを詰めていきます。あ、だから僕これ持たされてたんですね。そうですね、何のために持ってるんだろうと思って、はいはい、この上をあの汚さないように、はいはい、貼っていきます。はい、じゃあ土間を汚さないように、インターロッキングを汚さないようにインターロッキングを汚さないように、はい、養生をしていきます。はい、はい、あこの上を、あこれです。はい、あの1枚じゃ足らないので2枚こう貼っていくような感じになります。で、はい、僕反対側貼っていきます。そうですね、はい、これぐらいですかね。はい、角に合わせてもらってやってください。角に、はい、これも養生の大事っていうのはあの別の、 あの塗装編っていうのでですね、はい、あの養生もやりましたんで、はい、これやっぱ大事ですよね、養生は。そうですね、すいません、なんか遅かったです。これであとは、そうですね、これであの汚さないようにモルタルを詰めて、はい、あの目地コテで、先ほどの目地コテで押さえていく、押さえていく、はい、押さえていく、押さえていく、はい、じゃあ目地で押さえていきたいと思います。はい、やっと待ちに待ったもう目地ですね。そうですね、はい、じゃあ早速目地を、養生終わったんでやっていきましょう、はい、お願いします、はい、じゃあ目地でお願いします。はい、あ僕からいいですか。ありがとうございます。じゃあ始めます。これやっぱり汚しちゃいけないですからね。あーやべー、汚しちゃった。よしよし、佐々木さん上手ですよ。いやちゃんと入れてます。いよいよが上げてしまいます。あの汚れてもいいように今養生したので、はい、もうこの上にからこうザザッと入れて、ザザッと入れて、汚れてもいいようにザザッと入れて、はい、押さえていく、その早いです。そのための養生です。なるほど、はい、てっきり養生は汚しちゃいけないから養生してるんですよね。そうです、汚しちゃいけないかと思っちゃいました。養生、養生、養生はあの汚れてもいいようにしたものなので、これはの汚しても大丈夫。なるほど、はい、汚しちゃいけないような養生じゃなくて、はい、汚してもいけないように。そうです、養生する、はい、あそうしないと時間ばっかり食ってしまいます。そうですね、はい、ちょっとすいません、ちょっと取り戻していきたいと思います。はい、本当だ、養生があるから安心して。そうですね、できますね、はい、これは大体どれぐらい入れるんですか。そうですね、大体あのまあ、つらぐらい、そうですね、つらぐらいで押さえてもらえばいいんですかね。はい、つらはですね、ここです。ここがつら、この面に合わせていきます。モルタルを伸ばしていってください。モルタルを伸ばす、伸ばしていってください。こうこうですか。そうですね、あの押さえながらね、押さえながら、はい、余った分は伸ばしていってください。押さえながら、はい、押さえながら余った分を伸ばす、はい、押さえながら、はい、押さえながら、おなるほど、押さえながら
余った分を飛ばす、はい、お、なんか呼吸が合ってきましたね。はい、あうんの呼吸、あうんの呼吸ですね。富の呼吸、ネジの理由よくわからないです。あの某アニメのやつ。ああ、そうですね。やっぱ通用しないです。え、これはまだあれですか？本当にちょっと仕上げはとりあえず入れる。もう一回もう入れるだけ詰めて、もう一回撫でます。なるほど。はい。で、あの横汚れたのは後でハケで持って掃除しますので、できるんですね。はい、でもう一回今度は綺麗に仕上げてます。はい、こうなするなすってちょっといいみたいです。ちょっと僕もなすってみます。はい、じゃあこんな感じで、あとはどんどん宮沢さんこんなすっていくだけですかね。そうですね、これある程度きれいになるように仕上げて。分かりました。はい、じゃあこんな感じでちょっと引き続き全部仕上げていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあもうネジも終わったんで、今あとは養生を剥がして終わりということで、いえ早速始めます。まだこれは仕上げじゃないので、はい、今あの平らにしたので、はい、でその後にこのハケ引きといって、ハケ引きを引いてあの仕上げていきます。はい、ハケ引き仕上げですね。はい、はいはい、これはやっぱりハケ引き仕上げ、さっきコテでせっかく綺麗にしたんですけど、なんかハケ引き使う理由ってあるんですか？あのハケを引くことによって、古いあのコンクリートと、うん、あの馴染ませるためにハケを引いて、引いてあの仕上げていきます。なるほど。はい、確かに今のこの古い方なんですけれども、今状況的にこうボコボコと経年劣化でしてるので、ハケで引くことによって表面がそうですね、馴染むという馴染むというか、はい、同じようなザラザラっていうんですかね、はいはい、ハケの跡がついて、はい、おお、それで馴染ませるということを今から、はい、じゃあやっていきたい。はい、お願いします。はい、使うのはあの、まあ、水とあのハケを使っていきます。あまりビチャビチャだと、はい、あの引っ張りすぎちゃうので、はい、打った、そうですね、モルタル、コメントモルタル、はい、これ今打ったモルタルの上を、はい、このハケで、あ、なんかお掃除しながらやってみたいですね。はい、なんとなくこう跡がそうですね、そうですね、馴染むような感じです。同じになってきてます。はい、ありがとうございます。あ、本当だ、ここのちょっと段差があったんですけど、今このハケを引くことによって、その段差がこうなだらかというか馴染んでる形になってます。やっぱりこう表面を意識しながら刷毛を引いてるんですか？そうですね、本当は一気にこう、はい、ドマなんかの場合は一気にこう動かさないでやるんですけど、ええ、まあ、ここの場合はあの馴染ませるのが目的なので、ええ、馴染まるようにあの刷毛を引いていきます。まさに職人さんの腕の見せ所ですね。そうですね、はい、こちらで完成。こんな感じですかね。おお、綺麗に馴染みましたね。はい、
でこの後はどうされ、この後はもうお待ちかねの幼女剥がし、はいはい、で幼女剥がした時に、はい、若干こう汚れてる部分があった場合はやはりこれで掃除をしていきます。はい、はい、じゃあこっちですね。はい、これを剥がしていきます。はい、剥がしていきます。はい、いつこれ、はい、剥がします。はい、あ、養生がうまかったから汚れてないですね。見てください、気持ちいいぐらい綺麗です。うん、綺麗ですね。汚れが出てないです。バッチリ取れました。綺麗ですね。はい、あの汚れが滲んでなくて、はい、養生がうまかったです。ありがとうございます。じゃあ皆さんこれでもう本当に完成という、ね、これで完成ですね。あ、はい、こちらでインターロッキングの工事完成です。完成です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、これでインターロッキングきれいに仕上がりました。仕上がりましたね。はい、よかったです。はい、あとインターロッキングって、はい、まあ、今回こう目地でしたけど、はい、なんか全面に、そうですね、インターロッキングがそのまま床になる場合もありますね。はい、いろんな使い道がインターロッキングはあるということで、はい、そうですね、今度またインターロッキングのロバンの時、はい、見せてください。わかりました。お願いします。はい、またその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、株式会社トビアイダは、インスタグラム、フェイスブック、LINE ビジネス、そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後の部長笑顔で、はい、またのでお願いします。はい、せーの、またねー。